いだろう、やばいだろう、やばいよやばいだろう。はい、やってきました。やばいだろうのお時間でございます。声&声ということでね、二人どこにおんねんという形で。はい、そしてこちらにありますね。今日はね、ギター持ってるんで持ってこれませんでした。はい、そんなわけで今回も始まります。ジャンプ55レビューしちゃいますよー。トリコのシナブが新作をやりますよーっていうことでですね。ヤバタレーンでしたね、今週もね、ワンピースがですね。はい、今回はワンピース第995話、くのいちの誓いということで、あと1000話までのカウントダウンがバンということでね、バーオークってことでね、あー差し迫ってきてますね、1000話がね。扉良くないですか、今回ね。久しぶりのリスキー兄弟、うちのねスタッフの一個はね、このリスキー兄弟のことを一生リッスルブラザーズって間違えて発言して、もう停止するのやめました。そんなわけでですね、もうそれもいいんですけど、いいんですけども、やっぱ本編のことをね、みんな知りたいよね。本編いきますよ。じゃあまずムアルコーということでですね、ビッグマムさんが叫んでおります。もう最初からもうフルボルテージのバトルが繰り広げております。気持ち若干ドクロドーム傾いてへんっていうぐらいのボコーンっていうなんかね、戦いのなんちゅうのかな、こうエフェクトみたいなのがこうあるんですけども、4校 VS 元4校の側近っていうすごい戦いじゃないですか。でもこれ思うんですよ、マルコすごいいい戦いしてますよね。なんか僕たちビッグマムなんか最初出ていた時って、ちょっとでもおじけついたら命取られるやん、寿命取られるやんみたいな感じでめちゃくちゃ怖く感じましたでしょ。それがさ、今なんか普通に戦ってるシーンが見れるっていうのは、僕たちもちょっと成長しましたよね。マリコがもちろん強いからっていうのもあるんだけど、ちゃんと4校と互角版、互角かとかわかんないけど、ちゃんと戦える人間がいるんだって、これちょっと安心するよね。やっぱマルコ強いよね、フェニックスのね、炎がね。しかもさ、いきなりちょっと意味深なこと言ってますやんか、ここ。俺はまだ自分の役目は分かっちゃいねえがって言ってるんだよね。なんかペドロの時もさ、怪奇だっつってロジャーに言われてさ、その役目を果たす時っていうのはさ、まだ自爆しちゃってね、そのみんな逃がすためみたいな時もあったじゃないですか。俺はまだ自分の役目を分かっちゃいねえって言ってるってことは、この後なんか麦わらの一部をかばってとか、魔の国を救うために犠牲になっちゃうような気がしなくもないんだよね、マルコはね。だからちょっとなんかこの自分の役目を分かっちゃいねえっていうセリフに対して、ちょっと僕はね、死亡フラグが立っちゃってるんじゃないかなってちょっと思っちゃって寂しく見てます。そしてその次のセリフ、お前の危険度はあいつらより知っているということで、はい、出てきましたね、マルコの今週の危険度ポイントね。その頂上戦争の時にもマルコは赤犬に対してね、お前が今赤犬の声で言ってもった、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値同じじゃねえのかよいっていうことを言ってるわけですけど、危険度と言ったらね、マルコさんっていう感じのセリフなんですけど、こことちょっとオマージュされてるのかなって気もするし、関係ないのかなって気もするんですけども、マルコがそのビッグマムの危険度っていうのは、あいつら知っているっていうのは、まあ昔からの付き合いというか、昔からその戦いを見てきたから、ビッグマムの本心っていうのがどうなんだろう、分かってるから言ってる言葉なのか、ちょっとこの辺も意味深なんだよね。そうそう、今回最初から最後まで通して匂わせ意味深の宝庫なんだよね。ここ結構伏線張られちゃってますよ回な気がするんですよ。次のページを見ると、プロメテウスね、あの太陽みたいな、あの炎みたいなやつね、がフェニックスの炎にこうなんか吸い込まれてる、相殺されてるような感じで、なぜ俺が炎にって言ってるわけだけど、その次、フェニックスの炎は特殊なんだよいってマルコ言ってんだけど、特殊ってどういうこと？フェニックスは特殊なん分かるけどね、そもそも幻獣種だから。でも炎が特殊って何なんていう、例えば炎特殊事例で言ったらさ、幽遊白書で言ったらヒエさん黒い炎をまとってるわけじゃないですか。でなんで黒いのって言ったら、魔界の炎を呼び寄せてるかって、人間界の炎は赤なんでね、大体ね。でも魔界の炎は黒なんで、そういう感じでちょっとなんか炎の上位互換みたいなことを言ってんのかな、なんか普通の炎やったらちょっと弱いですよみたいな上位互換がここであるのかななんて思ってるんですけど、特殊ってことは怪我を治療できる炎とか、いろんな意味の特殊さがあると思うんで、なんかマルコのなんかもっと計り知れないパワーがありそうで、ちょっとそれも楽しみなんです。でね、ビッグマムにガシャって喉をガシャってやられて、でそこ、すいません、僕のパソコンが今、僕も参加したいよなんて言っております。無視します。はい。そして、ペロスペローがね、弓でパーってこう、やっちゃうところなんですけども、はい、そこで現れたのが、はい、この二人のミンクさんです。はい、紹介します。ワンダさんとキャロットさんです。今すごいあの豪華な登場の音楽とともに、この辺にワンダとキャロットがファーってこう入ってきたと思うんですけど、ムーンライドということね。
月襲うよって書いてムーンレイドっていう技でガシャってこうなんか X みたいな感じで攻撃して、でペロスペラもガシャッガシャッみたいなことになってますけども、はぁって、まあビッグマンも驚いて、あの時のスーロン、やっぱスーロンは一目置かれてるんだね。カイドウもスーロンのことなんかすごい褒めてたし、まあもちろん知ってたし、ビッグマンもこの子ちゃんとねこう警戒してる。ワンダのスーロン初めて見ましたけど、いいですね。なんか手のところにはバリバリって言ってね、エレクトロのその電気みたいなやつがこう走ってるんですけども、スーロンバリ強いよね。たかがミンクとか女の子って侮ってたら、イーストブルーのとある島ぐらいだったら全部征服できるぐらいの強さあるもんね、これだけでね。ビッグマムの、まあ、側近、まあ今、片栗いないですけど、ペロスペローに怪我をちゃんと負わせれるっていうのはやっぱすごいことよね。そして、トヤ君大好きなペドロがまた出てきましたね。わかってるペドロの死がこの戦いに繋がってること。まあ、進めず。これ超名シーンだよね。ペドロは本当に死んじゃったってことですよね。で、キャロット次のセリフいいですよね。あなたはマルコ。猫マムシの旦那のお友達でしょ？そんなところだよ。この会話もなんかいいですよね。でもこの後ね、またこう、チリチリにこうなっていくんですけども、なんか、ビッグマムがこうやって、こう、両手を広げて、こう飛んでいくシーンで、この戦線離脱するんですけど、それがもうまさにね、なんか、アラレちゃんっぽいなと思うんですよ。ビッグマムの声優さんの小山真美さんなんで、初代アラレちゃんの声やってるじゃん。キーンっていう感じで、ビッグマムもこの場からもう離脱するっていう感じですね。この効果音ドンって入ってますけど、こう、キーンやったらちょっと面白いなって思いますよね。で、続いて、ドーム内、ライブフロアということで、これ多分一番そのやばい状況になってますよね。多分ワノ国の中でもね、その氷鬼っていうエキサイド弾噛まれるとどん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 体が冷たくなって死んじゃうよみたいな、まあウイルスをクイーンがやっとるわけですけども、その抗体を今アプーが持ってるんで、それをみんなで取りに行くっていう、まさに鬼ごっこの鬼ごっこになってるんですよね。氷鬼っていう鬼ごっこのゲームから一人の鬼を捕まえるっていう鬼ごっこになってるって、この辺がねちょっと遊び心ありますよね。ゾロとドレイクの共闘って初めてですよね。なんかすごい面白いですよね。でさ、このページの最後、意味深なことまた匂わせ言ってますやんか。クイーンさんが、あれがロノノワゾドか、2番手3番手を早めに潰すに限る。しかし一味にジャッジの息子がいるとは、ビンスモークジャッジということでね。どういうこと？え、どういうこと？何の似合わせ？どういうこと？なんか関連してんの？ちょっとやっぱり、クイーンって言ったらエキサイのクイーンっていうように、そのエキサイト弾みたいなウイルスみたいなの作ってたりするわけじゃないですか。で、一方、シーザーは毒ガス。まあ、ガス系じゃないですか。だから、ウイルス系クイーン、ガス系シーザークラウンっていうような科学チームが元あったんかもしらんね。まあ、そこにドクターベガバンクとかもいて、もしかしたらジャッジも含めて、ジャッジ、ドクターベガバンク、クイーン、シーザークラウンの4人は科学班のどっか同じ所属だったかもしらんね。それぞれなんか意見割れでみんな独立しましたよって、もバンド解散してそれぞれの音楽やりますよみたいな、解散しちゃったのかなみたいな感じになってるじゃないですか。このクイーンとジャッジのね関連性っていうのもすごく気になりますし、巷の噂ではね、もしかしたらクイーンってフランキーのお父さんじゃないかみたいなこと言われたりするじゃないですか。なんか番号振ってるのが共通してるとか、なんかこういうノリがいいとか、スーパーな感じとかね。だからそう思うと、サンジのお父さんジャッジとフランキーのお父さんクイーンが昔一緒の職場だったんだよとかっていう過去回想になると、なんか一気に予想してないところのつながりとかも出てきて、今後の展開も楽しみだなって思います。でね、ブルックヨホホホホホがね、なんと氷鬼に効かないというね、まあ骨だから効かなくて当たり前なんですけども、まあ、これもね、ブルックの陽気なところと骨人間無適切みたいなところがうまく出てる描写でもありながら、チョッパーが気づくいいシーンなんですよね。よかった、お前皮膚も血管も体温もねえし、死体と同じなんだ、だから死体と同じなんだっていうことは、もしかしてみたらね、体が冷えるからウイルスは急増する。だけど体内からそんなことできるのか、もしかしてこのウイルスって言って何かにこう気づき始めてるんですよ。だから前の方のジャンプ界で、もしかしたらアプーが持たされてる抗体っていうのは偽物なんじゃないかっていうふうにまあ予想したんだけども、それも偽物でして、ゾロとドレイクがちゃんと取り戻したんだけど、効かないぞ、おいどうしてくれんだってなった時に、ちゃんとチョッパーが自分の医学の知識を持ってしてこの場を収めるんじゃないかっていうふうに僕は予想してます。でもその感じのチョッパーさんもね、冷てえみたいな、やべえ知らないうちにって噛まれとったよね。わあ、チョッパーさんが死ぬって意外となんか驚いてるんやけど、ちょっとなんかあんま大したことない感じのリアクションしてるんだけど、これチョッパー絶対絶命だ。でそして場面変わります。必殺緑橋ということで、ウルティとウソップナミがまあここで対峙しているんですけども、やっぱウソップ強いよね。ウソップ普通から強いんだけど、それ以上にやっぱ飛び六方が強すぎますっていう描写なんですよね、ここね。例えばさ、この竹ジャベリンなんかさ、魚人島入った時にやってた技じゃん。そしたらすげ
次ウソップ成長したなって分かった技だと思うんだよね。僕はそういうふうに覚えていて、だからその竹ジャベリンを出しても全然効いてないわけ。でそういうところがウソップが決して弱いんじゃなくてソビロッコが強すぎるんだっていう描写になってるなっていうふうに思います。あーつまらねえ技って、もうそんな一周されちゃうんだもんね。そしてウルツガンということでね、ウルティックガンってこうウソップの頭蓋骨もね、よく漫画であるシーン、ミキミキミキってなって鼻も折れちゃってドカーンって倒れちゃうんだけど、ねまさにねアラバスタ編のモグラスク4番交差点やったっけの時と似てるよね。こう鼻が折れてこうバタってと、この横のシーンでバタっていう、分かるかな。でナミちゃんもなんかすげえやられてて血出して、ほんまかわいそうやわ。もう俺のナミがもうこんなことになって、ほんま難儀やわ。ほんまどないしたんやナミ、ほんまどうしてこうなったんや。そしてね、このおい女、キャーやめて殺さないで、負けました、もう完全に負けました。見ればわかる、じゃあ言えよ。私はムカついてんだ、お前らの船長がカイドウ様に勝って海賊王になるって言ったことっていうふうに言ってて、ごめんなさいバカなのあいつ。まあこの辺は波っぽくてすごい好きなんですけど、本当に波このまま屈していいんか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 思うてて、ルフィは海賊王になります。かっこかわいい、いい、いやんなかわいそう、こんな血出したほんま難儀やわ。俺ねこのナミがここで急に言うなんて多分みんなも絶対予想してなかったと思うし、僕もいい意味で裏切られたなって思うんだけど、だいたい強強メンバーおるじゃん。ゾロなんかでもさ、あいつは海賊王になる男だとかってもうさはっきり言うやんか。でもナミとかもいずれ一味は全部言うみたいな法則あったじゃん。いずれ海賊王のクルーになる中男が四皇ごときの奥しておられるかみたいなことをねジンベイ言ったりとか。でもナミとかウソップね、ちょっと弱弱メンバーの人間はどこでどういう風に単価切るんだろうと思ったら、こういう言い方いいよね。なんか何が威勢張ってルフィが海賊王になる男なのみたいなことをはっきり言っちゃうと、なんかほんまにそう思ってるみたいな、この状況でちょっと強め言い過ぎじゃないみたいなことを思っちゃうんだけど、この脅されてる場面でもそこだけを嘘つけない信念でなります絶対にって言っちゃうたり、俺すっげえ小田先生の書き方うめえなと思って、あこういう風に持ってくるのねって、ちょっとめちゃくちゃテル肌立っちゃったんですよね今回。マルコ肌が。それでウルティも消えて、はぁってブチッ、わかった死ねって言って、まあ最後ウルズガンを繰り出そうとするんですけども、そこに現れたのがなんと、おたまちゃん。おたまちゃんがまさかこれ救世してくるなんて全然誰も想像してなかったですよ。ガサガサってね、ジンベイとロビンが歩いてる後ろにガサってなったところが、まあ誰かななんて予想してた中で、まあまあ大体の人がおたまかなってまあ思ったと思うんですけども、まさかこの血を連れてね、ちゃんと助けに来てると。僕ね、ここで大事なことは、ちゃんとおたまが無傷で来てることなんですよね。麦わらの一味とか、百戦錬磨の侍たちを持ってしても無傷でここにたどり着ける人間いないんですよ。でもおたまは、ここにほぼ無傷で来てる感じじゃないですか。まあ焦ってる感じとかするんだけどね、それがやっぱりこの今回のサブタイトルにもなってるように、くのいちの誓いなんだろうなって思うんだよ。こっからくのいちの誓いがちゃんとこう描かれる描写の前振りみたいなのが書かれていて、俺すっげーここも好きなので、ここでウソップとチョッパーって今のところもう逃げて逃げて逃げて、でちょっといいとこない、でも何が最後単価をちょっと切っていいなってなって、じゃあこっから反撃みんな見たいよね。ナミとウソップがこんなボロボロの状態のまま嫌じゃん。だってアラバスタの時だってさ、ビビのためにね針トゲ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 ってなったミスダブルフィンガーに対して、自分が血を流しながらもう手とかもうトゲで貫かれながらもちゃんと戦闘に勝利したやん。ウソップもチョッパーもちゃんと勝ってほしいわけ俺は。でそう思った時にこれお玉が来てることの意味ってやっぱすごく強くって、じゃあお玉がきび団子出しますって、じゃあ旨味わかるかな、スピード覚えてますか、スマイルの能力者に対してもちゃんときび団子の能力って聞いたわけじゃん。じゃあスマイルの能力者を仲間にできるお玉がいる、でもお玉に何が今ないかって言ったらスピードと技術だと思ってるんですね、その戦闘力って意味で。じゃあそのお玉がそのきび団子を出して誰が相手に食わすのかって言ったら、やっぱそこってウソップじゃないですか。ウソップってパチンコの名手でしょ。お玉がきび団子を出します、で波が援護します、でウソップが片っ端からスマイルの能力者にババババババって口に放り込んでいくような機会が俺来ると思ってるの。だから前回まで中途半端なスマイルの能力者小田先生は2週にわたって出したはずなんだよね、ブリスコラとかね。だからああいう中途半端なゾーン系の能力者、まあ言ったらカイドウの百獣海賊団で500人ぐらいのゾーン系の能力者って言われてるから、そういうやつに城内駆け回って片っ端からウソップがきびだんごパパ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 パって入れてったら一気に形勢逆転するんじゃないのってやっぱ思うんだよね。そういうための伏線、そういう大どんでん返しの盛り上がりが戦話に向かって近づいてるっていう、まあ終わり方と、まあ、僕は感じたわけです。
皆さんどうですか、今回のジャンプはヤバすぎませんか。ということで、ね、今回も小ヤッキーのジャンプ感想会ここで終わろうと思います。この後はね、神木くんが多分レビューしたり、多分同時刻にお願いします、会場の高橋さんがレビューしたり、のすけさんたちの生配信もあると思いますね。皆さんのところに走り回って僕たちも一緒に冒険しましょうという感じで、小ヤッキーでした。今日の動画が面白かったよ、一生懸命ギーター弾いてたでと褒めてくれる方は今すぐ高評価をしてくださいね。そして続きの歌詞のなんでだろうも聞きたい人は今すぐ高評価チャンネル登録してくださいね。これ高評価が3000以上いったらなんでだろうのワンピースバージョンを僕が歌ったやつをお届けします。では、今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか。なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。